ちびどろになってね、こう泥沼の中から這い上がってでも絶対に受かってやるっていう感じがしないんですよ。ある維新っていう党がですね、オレンジの服を全部着て、それで何やってるかって言ったら、私たちはしがらみのない政党なんですって言ってるんですよ。バックもないし宗教団体もついてないんですよって。で、私たちほど身を切る改革で成果を出してるところがないんですってね。で、はやっぱり落選しないとわからないんですよ。皆さん、皆さんが言った維新が正しいんですよ。利用できるのは全部利用しろなんですよ、うん、だからそれはまあでも負けないとわかんないかなってのはあります、うん、周りの全体の人たちもど素人なんで、はい、僕なんか見てたら、あ、これは負けるなっていう字いっぱいありますよ。まあ、相変わらず同じような、そのね、各地の応援をしてもらってますが、ちょっと印象的だったことを一つだけお話しいたしますが、まあ、今まで主に地方をこう回ってましたんですね。地方ですとね、感じとしてはね、私の感じでは、まあ、そうか、参政党っていうのがあるのかとか、それから、そういうところに政治の問題があるのかとか、そういう、なんていうんですかね、今の政治、日本の政治がこうなってるんだとか、それからこういうところは問題なんだ。子供のためにはどこを直さなきゃいけないんだ。教育はどこが問題なんだっていうことに対して、聞きに来ている方が反応してくれるという、そういう感じだったんですよ。ところが、東京の付近をずっと、まあ、千葉もそうでしたし、愛知もそうでした。それから、昨日の神奈川なんかもっとそうだったんですけど、いや、僕ね、少しびっくりしたのは、聴衆の方が来ていただいて、私が演説を始めるとですね、まあ私はいつも講演するときも、この人とこの人とこの人は反抗的だなとか、この人とこの人はあんまりよく分かってないなとか言うんで、それが、その人たちがよく分かったり、意見が最後まで違っても、少なくとも僕の言うことは分かるというように、その話をするんですね。ですからもう話のルートってのいっぱいあって、その人たちの顔色が変わったら、そっちの方向で説得するっていうやり方をまあ、するんですけどね。そういう点で言うとですね、いやもうね、千葉の方も、それから愛知の人も、昨日の神奈川の人も、聴衆の人はね、そうですね、7割ぐらいはね、もう事態がよくわかってるんですよ。日本政治の問題がどうなってて、子供がどういう被害を受けて、どういう点に不当なことがあって、なぜ GDP が増えないかとか、いうことも、まあ、どこまでご存知かは別にして、かなりこう、もう、それはそうですなっていう顔してるわけです。ほんで、もう一つ最後の一押しがね、だから今の政治を変えなきゃいけないってとこまで来ないんです。それはね、僕思って、それでふと気がついて、あれ、千葉が終わった頃かな、要するに日本の投票率の変化っていうのを調べたんですね。そうしますと非常に奇妙なことに、まあ大体全体としてはダラダラと、まあ戦後の投票が始まってから今まで一方方向に単純減少してるんですが、その特徴があるのはね、1990年のバブルの崩壊まではそれほど大きく変わってないんです。うん、一番ちょっと今忘れたんですけど、一番極端なのは、例えば衆議院議員かなんかで、とにかく85ぐらいがずっと続いて、それからダーッと下がると。他のもちょっとそういう感じなんですね。だらだら下がってるように見えても、やっぱり1990年までは比較的高い成長、投票率で、それからダーッと落ちていくっていう。落ち方も非常に激しいところは、今35とかそのぐらいで。だからあんまり落ちてないとか 50%。いずれにしても国民の大半が投票してないと。これを見ますとね、何がわかるかって言うとですね、政治がうまくいってるときは投票に行かない。うん、ね。政治がダメになるとみんな失望していかない。だから政治のいいときはみんな、いいって言って投票して投票に行く。で、政治が悪くなると絶望して投票に行かない。政治に。逆の現象になってるんですよ。逆っていうのはその逆じゃないかもしれませんが、本来の投票の意義っていうのは、政治がダメになった時に国民が行って、それを直さんといかんだけど、逆になっちゃってるんですね。まあそれ、心としてはわかりますよ。政治が非常にいいから、まあまた選挙に行って、入れてこようという気になるしね、人間だから。政治がダメになるともうどの議員もダメだし、投票したってどうせこの世の中変わんないからつって、投票に行かなくなる。これはね、僕、参議院議員選挙の時、ちょっと気がついたんだけど、これほど明確に分かんなかったんですよ。やっぱりまあ、人数も来てる人数多かったせいもあるけど、今だいたい100人とか200人ぐらいですよ、集まってくれる人は。だからだいたいこう、一人一人見えるんですね。そうしますと、ここなんだなと思ったんです。要するにね、みんな政治に不満なんですよ。うん、
特に近県の人っていうか、首都圏の近くとか愛知県とか、そういう人はもう、そうなんだっていう顔してるんですよ。だから言ってみれば政策を説得するよりか、まあもちろん政策は一応知り立ってやるんですけど、話をするんですけど、むしろ、そのなんでその50になってんの、なんで40になってんのか、どこに問題があるのか、我々は、その、なんですかね。要するに、投票さえ行けば政治が良くなるんだっていうことが相手に伝わればいいと。それで、例えば、今、2、3% ですよね、参政党の、なんか、得票っていうのは。10% になったらね、もう第2党になりますからね。うん。国会の。はい。だから、その10%の人がそのままね、聞きに来てる感じなんですよ。要するに、まあ、僕なんかもそうだけど、棄権してきたわけですよ。僕なんかが。でも、いつもそこのところで、私も反省してるんです。私も実はここ10年ぐらいね、行ったら小選挙区で、あ、この人は投票できないなって帰ってきたりしてるんですと。それがいけなかったんだ。うん。だから今度参政党のこうやって候補者が立てるようになったから、まあぜひ行ってくださいってこういうわけだけど、その人たちにどうやったらもう分かってると。いや、その、要するに分かってるんですよ。要するに。いや、こういうとこ悪いんだ、こういうとこ悪いんだ。みんな分かってるんだ。それが子供たちにも影響があって、自分たちの責任を果たせないな。全部分かってると。そういうあれなんですよ。応答なんですよ。だから、そうか、そういうこともあるのかっていうんじゃないんです。だから、この、近郊の方のね、そういう人たちをターゲットにしてる場合は、要するに、だから、候補者をうんと立てるってことは、まあ、それはもうね、神谷さん猛烈やってくれて、せいぜい頑張って、180も立ててるわけだから、全然僕じゃないですよ。だけど、その機会がね、ないっていうか。だから、まあ、二人とか立ってるとこあるじゃないですか、今度。はい。ああいうとこもいいような気がしますね。うん。要するに、もしかしたら二人の人には大変失礼で、票が割れちゃうかもしれませんが、プロセスとしては、やっぱ投票するところ、人がいるっていうことが、まず第一に、近郊、明日僕東京4つですけどね。はい。明日東京でよくやって、その状態も見てみようと思ってるんですけどね。まあそこのところはちょっと強く感じましたので、ちょっと合格までに申し上げます。はい。はい、ありがとうございます。実は僕も投票率が下がってるのはずっと言ってて、やっぱりみんな諦めと無関心なんですよね。そう。諦めてどんどんみんな無関心になっていくという負のスパイラルなので、はい。それだから民主主義っていうのは政治がボロくなった時こそ、我々の投票権という権利を使って国を立て直すことができるっていうのが民主主義ですから。そうですね。我々にその権利が与えられてるんですよ。うん。国会とか議員の方には権利がないんですよ。だって僕らが投票するんですから。そうです。その時に力を発揮しないで諦めちゃうっていうことが、やはり、まだ日本の民主主義はもう一つかなと思ったりします。はい。もうそれまた引き続き全国で言ってください。はい。では、吉野さん続いてお願いします。はい。僕は先週の日曜日は大阪の方で、応援させていただいて、月曜日からは、すいませんが、治療させていただきまして、今日からまた、応援に復活して、今日は東京を回ってきたんですけども、今日は、9時に北区で森彩香さん、それから10時に板橋区で、坂田玲子さん、11時半に中野区で田中博さん、12時半で新宿区で青木ひとみさん、14時は品川区で、荻野彩香さん、15時が中央区の黒原裕二さん、16時が江戸川区で江原氏、正夫さんというところを回ってきました。感想というかですね、大阪の、まあ、16人、僕の、市議選挙を一緒に戦ってくれた人たちが、今回大阪府下の各市議会議員選挙に出てるんですけども、まあ、18日間ね、一緒にやってたので、僕のをやってるやり方を見たりとか、それから、なんていうんですかね、街頭演説のイントネーションの付け方とか、まあ、私もね、そんなに議員歴って全くないし、選挙歴もないんですけど、まあ、自分もね、経営をしたりとか、それから、私が自身が、その、学会の理事になって立候補したりするから、そう演説したりとかって、そういう経験はあったんで、まあ、それを見せてきたつもりなんですが、東京の各候補者はですね、今日7人いたんですけど、こう、部活っていうよりはですね、もう、同好会みたいになっちゃってるって気がすごくしたんです。
で、僕はね、いつもね、NKN って昔から言ってたんですよ。忍耐根性何やぶしだって言ってて。それで、その、忍耐根性何やぶし会という勉強会を作ってたぐらいなんですよ。で、これはないんですよ。よく言えばスマートなんですね。かっこつけてるっていうかな。もう、それ、関西の人が言うところのかっこつけしいっていうのかな。こうね、なんか、こう、血みどろになってね、こう、泥沼の中から這い上がってても絶対に受かってやるっていう感じがしないんですよ。それでね、まあ、どことの党とは言えないんですけどね、今日朝回ってたとこで、ある維新っていう党がですね、オレンジの服を全部着て、それで何やってるかって言ったら、私たちはしがらみのない政党なんですって言ってるんですよ。バックもないし、宗教団体もついてないんですよって。で、私たちほど、身を切る改革で成果を出してるところがないんですってね。で、しかもね、その、しがらみがないんだから、もう維新が一番いいんですっていうようなことを言っててね。まあ、選挙期間中だから言いますけども、こっちのね、とこパクって、かつ自分たちが言ってるその、なんていうんですか、パッケージングでやってるとこ全部言ってね。で、こっちからすればね、タラは持ってかれるわね。私たちが言ってることも使っちゃってるし。で、それをね、また連呼して、ずっと駅の前で、もう本当に僕もなんか耳に入っちゃって、この句でなんか投票するんだ、その人入れちゃおうかなっていうぐらい、すごい、だから、なんていうのかな。そのぐらい、絶対議員になるんだぞっていうつもりでやってるわけですよ。で、これってね、やっぱり神谷さんがいつも言ってるみたいに、もうポンコツの野球部が、もう何が何でも絶対に甲子園に出てやろうって言ってる気概っていうのを、もっとね、あと残り1日なんだけど、1日とあと残り2時間45分あるので、もう最後の一踏ん張りを僕見せてもらいたいと思うね。で、僕もそういうつもりでお話ししてるんですけども、まあ、かっこいいし、スマートで、武田先生がおっしゃってるみたいによく知ってるんですよ。特に東京の人は情報が多いしね。言ってると、ああ、知ってます、知ってますっていうの、じゃあ知ってるんだけどやってるのったらやってないみたいな感じなんですよね。だから、見ると聞くとは大違いと、ね、それからね、見るとできるは大違いみたいなところがあって、知ってるんだけど、それを実際の投票行動に移すだけじゃなくって、人にこう伝えて、みんなで世の中変えるんだよっていうね、そういうね、こう、なんていうの、惜しいというかね、もう湧きたげるエネルギーとかいうのがね、あんまり感じなかったの。だから、これ見てる人は、明日というかもう今日もそうだけど、明日の朝も別にマイク使えるのは8時からだけども、ね、それこそ7時59分59秒までは、声が潰れると思っていいから、やらなきゃダメですよ。うん、で、もう本当にだから、次4年後なんだし、今回のチャンスって言ったら、明後日とかし明後日はないので、もう本当に、頑張ってもらいたいというのが僕の感想ですね。うん、あ、8時からってマイクが使えるのが8時から？うん。だから、地声でやるんだったらいいの？いいですよ。はい。あ、どうもあまり知りませんけど。いや、だからその、8時から始めるからとかって言って、それまでこう、なんていうのかな、和気あいあいとしてるんですよ。ああ、うん。で、他のところの陣営はもう、そのね、別に喋ってるの分がいいんだし、でみんなでね、こう固まってね、それなりの活動をしてるわけですよ。だから、フライングじゃないんでね、ルールはルールなんで、よく知って、戦ってもらいたいな。ほら、選挙戦って、ビラ配っても、ふんなんて知らないよって、お前なんだなんていう人がいっぱいいるじゃないですか。はい。そういう点じゃ、今まで全く選挙やってない人が突如そういう目にあったら、やっぱり、かなり精神的負担が来るんじゃないかと思って、それちょっと僕心配してるんですよね。うん、僕が、一緒にね、その候補者の人たちやってる時に、当たり前だけど、朝って出勤する時間だから、今日は、今日も金曜日ですね。だけど、でも、前回申し上げたように、選挙が終わって落選したっていうと、よく頑張ったねって言ってるから、聞いてる人だっているんですよ。ただ、忙しいだけなんですよね。で、ビラもらっても、入って、こう、不愛想にもらっても、後で読む人もいるし、僕もそうでしたもん。うん、忙しいのにめんどくさいなと思っても後で見るからいいやって言ったから、だからその、例えば 0.1% とか 0.01% の可能性でもかけておけば、その人がもしかしたら投票するかもしれないわけだから、そういう、こう、なんていうのかな、僕が潰れた病院から這いつくばって戻るみたいな、そういう、このね、何やぶしを見せてもらいたいんですよね。まあ、特に市議選は票数が少ないから、うん、1票でも非常に重たいですからね。うん、というのが僕の、感想ですね、うん、なるほど、はい、それはやっぱり落選しないとわからないんですよ皆さん、
僕はずっとこの1週間選挙始まる前のずっと言ってたのは、まあ、選挙というのは戦いだから、うん、さっきの吉野さんが言った維新が正しいんですよ。利用できるのは全部利用しろなんですよ、うん、で公職選挙法をよく理解して違法にならないギリギリのところでやっぱりみんなやってくるんで、はい、よくルール守らなきゃ、もちろんルールは守らないといけないんですよ。でもギリギリのところでやってくるから、やっぱりそこはですね、戦いだと思ってこっちも同じような感じでやらないとね、結局ルール守ること大事なんですけど、負けたらもうそれで次がなくなっちゃうんですよね。で次って4年後なんで、はい、4年経ったら全くなんか変わってますから、だからねそこはねやっぱり貪欲に勝ちに行かないといけないんですけど、みんなお上品すぎるんですよね、うん、はい、だからそれはまあでも負けないと分かんないかなってのはあります、うん、例えば今回五十嵐君が江戸川区から2回目出てますけど、まあ、西東京落ちちゃったんで、だからやっぱり彼なんかやっぱり一回ね土ねついてるからですね、だからやっぱり今回は前回よりも全然演説内容とかも顔つきも吉田さんからするとまだまだかもしれないけれども、僕は前から比べたらだいぶすごいレベルアップしてるなというふうに思っていて、やっぱり経験値が足りない、でそれは候補者も足りないんだけど、周りの選対の人たちもど素人なんで、はい、もう僕なんか見てたら、ああこれは負けるなっていう陣いっぱいありますよ、はい、でもだからいつもね、さっきも吉田さんも言ってくれたけど、だからね、ヤンキー9人集めて作った野球チームですって言ってるんですよ。うん、だから僕はもうそこはね、変に、もちろん吉田さんが今言ったアドバイス通りやってもらいたいんだけど、もうできないからみんな急に。だからもう正直に有権者にも言ってるんですよ。もうポンコツですっつって。うん。でもこの人たちは野球は下手、だから選挙っていうゲームは下手なんですよ。政治も分かってないんですよ。けど、じゃあなぜかって言ったら、ついこの間まで皆さんの横に立ってた人だからですよ。皆さんもさ、分かんないでしょっつって。うん。だから、そういうふうにね、見返されたら確かに辛いんだけど、じゃあなんでその何も分かんないような人たちがね、ヤンキーが野球やってんだということですね。そこはなんか皆さん思いがあるわけですよね。そこを見てくれないかって僕はね、もう逆手にとって言ってるわけですよ。うん。だから他の陣営はもう本当に今まで練習してきてるし、それぞれの陣営にですね、まあ指導者がいるわけですよ。うちなんか指導する人もいないから。うん。だから吉野さんが言ったような現状になっちゃってるんですね。うん。だから、そんな、もう僕なんか入ったら多分、一日ついてたらもうノイローゼになるぐらいの選挙ばっかりですよ。はい。けど、一回経験した人はもう演説も全く違うしね。うん。もうすごく上手くなったなって思いますよね。まあ、それがあんまり政治やっていうか、まあ、なんかね、議員になるための嘘を言うっていうよりかは、どっちがいいかわかんないけど、今みたいに、とつとつとして、遠慮しながらやってるのも悪くないかなと僕なんか素人だから思ったりした甘いかな。いや、普段はそれでいいと思うんですけど、まあ、まさに今日は最終日でね、それやってる意味なんですけど、もう最後の一日は、やっぱり吉野さんが言ったみたいに、もうね、絶対ね、飛んできた球を落とさないぞっていうぐらいね、もうどんな球でももう怪我して、このまま退場になってもいいからこの球拾うんだぐらいのですね、そういうなんかこう、貪欲さがないと、はい、最後の最後でひっくり返されるんですよ。特に僕なんかも油断してた選挙なんか、もう日曜日にですね、電話作戦やられまくって、わーって電話されてですね、もう想定よりももう一気に票をそって減られたことがあって、うん、あれはね、もう油断してたんですよ、僕も。談話をする人も、熱意があると思うと、それに応じようって気になりますからね。そうなんですよ。だからね、結局、うん、みんな感情で、感情で入れてますから。そう。うん。最後は特にそうなりますよね。そう。理屈じゃないんですよね。うん。うん。もう必死にやってる人。だから、ね、もうひどいとこなんか土下座したりするわけじゃないですか。そうそう。ね、そんなのは僕はしてほしくもないし、する必要もないと思いますけど。でも、吉野さんが言ったその必死さっていうのは、うん、やっぱりね、出していかないといけないかなというのは、本当そう思いますね。はい。まあまあこの話はちょっと中断しますけど、まあ、僕の方はですね、月曜日福岡行って5カ所回って、18日東京10カ所回って、で水曜日は群馬に行って4カ所回って、で昨日は東京10カ所回って、今日はですね、大阪来て貝塚と高石、そして、兵庫の西宮と芦屋と4カ所回ってきまして、で明日は大阪10カ所ですね。だって吉野さんと手分けして、まあ、16人しかいないんですけど、多分2人とも10カ所ぐらい回らされると思うんで、被る人も出てくると思うんですけど、その人はまあ、両方の演説を楽しんでいただくということで、明日は大阪をね、
ヘビーローテーションで二人で、で、関東の方を、まあ、松田さんたちに回っていただこうということになってますけれども、まあ、でもですね、ちょっとさっきのベクトル変わると、初めてね、演説聞いたときは、みんなの演説やばいなと、まあ今でもやばいんですけど、参政党候補者は演説下手なんですけど、まあでもですよ、初めての頃から比べたらみんな随分上手くなってて、まあまあ聞けるかなって感じですよね。もうちょっと、でもね、演説は僕言うんですよ。まあ演説下手な人はもう街頭でもいいですよ。この人演説下手でしょっつって。けど、演説の上手い下手じゃないんですよって言って。どういう心持ちでやってるかが大事だから、そこをやっぱりちゃんと見てほしいということで、まあそこフォローするのが僕の仕事かなと思っているんですね。それと、あとは演説っていうのはもうね、やってたらみんな上手くなるんですよ。誰でも。で、最初はね、私なんか無理無理無理とか言ってた人がですね、もう1年経ったらマイク離さなくなったりするんで、そういうもんなんですよ。カラオケと一緒なんですよ。カラオケと一緒でね、最初はなんかだんだんなんか気持ちよくなっちゃうんで。はい。だから、演説はそんな心配はしてないんですけど、まあでも、まあぜひですね、演説下手な人がいたらですね、いや、演説は下手なんだけどっていうフォローを、していただけるとありがたいなというふうには思ってますね。でも、やっぱり皆さん、本当に思い持ってね、やってきて、まあ中にはね、ちょっと不純な人がいるかもしれません。180人もいるんで。はい。で実際ね、一番不純な人たちは、兵庫県で参政党を語って出てるって人、前も話しましたけど。そう、はい、そう。勝手に参政党を語ってね、伊丹と姫路で出てるんですけど、もうその方々は今週除名にして、はい。そうですか。はい。ちゃんと法的な手段を取ろうと。もうこれね。ちょっと犯罪的ですもんね。そうなんですよ。これきちっとやっとかないと、またね、やる人出てきたら困りますし。そうですか。特に西村忍さんのとこなんかね、自分の選挙区で出てるから、非常に悪質なんですよね。そうですね。だから、まあ、党本部ができることっていうのは、もう本当に行って、熱をね、広げているとともに、まあ、候補者の足らないところをサポートしてですね、はい、やっていくしかないなということをですね、はい、これをまあ、明日1日ですけども、まあ、5人で手分けして、まあ、あとね、アドバイザーの皆さんも協力していただいている方もいるんで、はい、皆さん手分けして、182人ですね、1人でも多く通すというのが、まあ、今考えていることですかね。はい、ということ。